アーマーはアイルランドの北アイルランド南部アーマー県のケントである。ただしケントとは言っても北アイルランドの市では最もアイルランド島では2番目に人口が少ない市である。1790年に設立されたアーマー天文台が存在する。アーマーの歴史は約紀元前600年のケルト人の時代にまで遡られる。当時はマーハジョ王がこの辺りを支配していた。 当時の遺跡であるエーン・マーハが死の生誕にある。エーン・マーハは北アイルランドでは重要な古代遺跡であり、棄却されることとなったが世界遺産への登録を申請したこともある。マーハ女王の名はアーマーの地名の由来になっており、かつて丘を中心に発展したアーマーは、マーハ女王の丘を意味するアード・マーハと呼ばれていた。それが徐々にアーマーに変化したのだ。 445年にはローマ教皇からケルト人にキリスト教を布教するという役目を受けたパトリキウスがアーマーに布教活動拠点となる教会を設立した。この時彼はアイルランドにもともと存在したケルトの宗教観を回収させるのではなく、キリスト教とケルトの宗教観を融和させる形をとり、キリスト教を布教した。布教活動の拠点であった教会があったことから、 アーマーはアイルランドで宗教上重要な都市とされることがある。1 0 1 4年に当時この地を支配していた古代スカンジナビア人をアイルランドから追い払ったことで知られるブライアン・ボルがアーマーにある聖パトリック大聖堂の墓地に葬られている。1986年1月1日にアルスター警察のジェイムズ・マキャンドレスとマイケル・ウィリアムズの2人が遠隔爆弾で アイルランド共和軍によって殺されるという事件が起こった。人口14,590人のアーマーはアイルランドでは中型の都市と分類される。以下の統計はアーマー自然体に占める割合である。アーマーは5世紀のパトリキウスの時代から教育の町として知られる。その始まりはパトリキウスがアーマーで教育を受けた者だけが布教を行えるという 規定を定めたことに始まる。その後、1608年に開校した王立学校を中心に教育が行われ、18世紀にはロビンソン大司教の援助により大学の建設が計画されたが、実現には時間がかかり、1990年代にベリファスト大学の出張所が開設されたことによりようやく成し遂げられた。アーマーにはかつて鉄道路線が通っており、 アーマー駅も開設されていた。しかし、アーマーを通っていた鉄道路線は1957年10月1日までに全て廃止された。このため、現在のアーマーにおける公共交通機関はバス路線が中心となっている。ありがとうございます。